これアリサのペアンで、こっちがゆうちゃん、ゆうちゃん専用のペン。あと こうやってしたら分かんなくない？ふりかけ分かんなくない？英語系で。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はゆなにドッキリを仕掛けていきたいと思います。どんなドッキリかというと、でん、皆さんこれがどっちか分かりますか？こっちが本物、こっちが偽物で、こっちがふりかけで、ふりかけになってます。あ、で、今世界中で流行っている絵描き、早描きチャレンジ、早描きチャレンジというふうな嘘企画をして、ユナがそれをバンとした瞬間にふりかけが出てくるという、はい、ドッキリを仕掛けていきたいと思います。オーマイガー。それでは行ってみよう。レッツゴー。ティアラチャンネル、今回はですね、はい、世界中で流行している早描きチャレンジというものが流行っております。していきたいと思います。はい、イエーイ。で、ちょうど6年生同士なので、まあ絵の力もね同じぐらいじゃないかなと思って対戦相手に選びました。ユナは猫を描いたら犬になるんだよ。早描きチャレンジということなので、はい、タイムを競います。はい、2人に黒ペンを渡します。はい、ただその瞬間にスタートで、はい、え、黒ペンを渡した瞬間にフォーって、そうだ、もうバーって描いて。分かった。じゃあお題はじゃあ秋の景色にしようかな。え、ちょっと待って、10秒だけ考える。オッケー。秋って何？違う。秋、じゃあ10月も秋ですか？秋。うん。じゃあオッケー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 。じゃあ早く描いたら手を挙げてください。はい。それではいきます。よーい、スタート。出ると思ったけどな。じゃあさ、ここ取っとけばよかったじゃん、こうやってこうしてさ、そしたらドバーって出るよ。テイク2してみる？テイク2で。テイク2、よーい、スタート。絵描き、早描きチャレンジ、イエーイ。よーい、スタート。ドッキリ大成功。待ってよ。大成功。ねえ待って、ちょっと汚くなっちゃったよ。イエーイ。